添乗員役ほかいろいろおやらせていただきました福井翔太です。本日は夢のご加入いただきましてありがとうございました。この最高のメンバーで野次記者という世界を皆さんに届けていただくように今からワクワクしています。最後まで一つ一つ丁寧に積み重ねていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。神様役の石田俊です。ありがとうございました。もちろん僕は5役を演じさせていただいているんですけど、その5役全部を愛してで精一杯楽しんで皆さんにやってきたのを端から端まで楽しんでいていただけたらいいなと思っております。頑張ります。ありがとうございました。お侍さん役ほかいろいろやらせてもらっています。古谷山です。楽しみにして感激に来てくださったお客様のホッペをぶん殴るような年上的な作品をお送りできるようにしていきたいと思います。よろしくお願いします。どうもお水客はいろいろやらせていただいております。お金さんと申します。いろいろカオスな作品ですけれどもジェットコースターのような気持ちにお客さんがなってちゃんとこう家事をジェットコースターのようなカオス感がありますがそこに精一杯アクションもしがみついて一生懸命やらせていただこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、白役松田誠一です。このカオスの世界にですね僕らも負けないようにその場で生きて、またお客さんをそのカオスの世界に僕らが引っ張り込んでみんなで楽しめるような皆さんに一緒にさせていきたいと思います。よろしくお願いします。いろいろやらせていただいております。松田誠一です。この世界をですねこの素敵なメンバーの皆さんとやらせていただけ本当に光栄でございます。僕自身がまず楽しむというところですね忘れずに一生懸命最後まで取り組んでいきたいなと思っております。添乗員ご回復やらせていただいております柏哲也です。本日はありがとうございます。この前回に引き続きゲストの秋田さんカオスな世界本当に何がリアルかわからないのをお客さんと共に楽しんでいただきたいと思います。万丈寺の役で取り組んでいるかと思います。今回ね、たくさん新しいメンバーが加わり、そして本日の準備し、お客様が来て完成する作品なので、ぜひぜひ足を運んでジェームスボンド役、背中合わせなどを含むいろんな女さん役をやらせていただきます。アイコンカです。初めすごい緊張していたんですけれども今すっごい毎日楽しくて久しぶりにすごい楽しい最近で一番かなり自由にやらせていただいて本当に毎日楽しい舞台の一つの一つですもうさせていただいて男役に実は初挑戦させていただくので、そこも頑張りたいと思います。よろしくお願いします。内役を参加いただいていただきます松田です。できたら世界観は本来ですその世界観を皆さんに存分に楽しんでもらえるように一つ一つの役を持ってないと全力でいきたいなと思います。はい、ヤジさんの皇帝役30、僕1人だったんですけど31年間ちゃんと童貞守ってきてよかったので初めて当て役にハマったので巡り合いだなって言っちゃって今前のお金でねということで本当にしっくりきてると思います。楽しんでもらえたらと思います。本当にこのカオスでシュールな舞台が僕ら安下はやっぱりこのカオスなキャラクターたちを普通の表現として考えられるかお客さんの先導者が見えるような丁寧なものを取り出していけるのが今の大変なのかなと思います。はい、頑張ります。はい、矢城兵役からしてみて今日を迎えるまでいろいろ宣伝の機会をいただいたんですけども役名やらシーンやら何にも発表できないものばかりもようやくこうお披露目できるっていう喜びとともにですね、第2弾OnTV2 っていうのが続いたんで本当僕ら全員でですねこの矢作と篠原先生の舞台版をまだまだずっと続けていきたいという気持ちの足がかりになる
一つ目と言っても時間ないんじゃないかなと思って全員で一致団結して初日に迎えたいと思います。しつかなければ申し訳ございません。おめでとうございます。持ってかれちゃいません。騎士絶対持ってくる。ありがとうございます。だけじゃないよ。すいません、こんなお時間ないから時間を取らせて頑張ります。よろしくお願いします。